メリンダ・クラークは、アメリカ合衆国の女優、ミンディ・クラークと表記されることもある。ソープオペラ、デイズ・オブ・アワ・ライブスの、フェイス・テイラー役、テレビドラマ、ザ・オーシーのジュリー・クーパー役、CSI、科学捜査班の、レディ・ヘザー役、ニキータ、ニキータのアマンダ役などで知られる。カリフォルニア州、デーナ・ポイントで、バレエダンサーのパトリシア・ルイスと、俳優のジョン・クラークとの間に生まれた。 18歳の時、ロサンゼルスに引っ越し、その3日後、父が1965年から出演していた、Days of Our Lives のキャストとして採用されることが決まった。1989年から1990年に、かけ、ソープオペラ、Days of Our Lives にフェイステーラー役で出演。テレビドラマ、SOF に、両、シーズンとも、準レギュラー出演。The OC には、 ジュリー・クーパー役で出演。当初はゲスト出演扱いであったが、レギュラーに昇格した。ジーナの主演オファーを断った5人の女優の一人だと言われるが、同作にはアマゾンの族長バレスカ役で二度ゲスト出演した。その他、ファイアンフライ宇宙大戦争に、バイシュンヤドのオカミナンディ役、チャームドにサイレン役、リーパーデビルバスターに、悪魔の恋人役、 ヴァンパイア・ダイアリーズに、ケリー・ドノバン役で、それぞれゲスト出演。CSI、科学捜査班には、ドミナトリックスの、レディ・ヘザー役で6度出演している。アントラージュ・オたちのハリウッドでは、マルコム・マクダウェル演じるて、ランスというキャラクターと結婚しているという設定の、架空の自分を演じた。ギャラクティカ、ギャラクティカのナンバー6役のオーディションを受けたこともあるが、同役は、最終的に、 トリシア・エルファーが射止めた。ザ・オーシーで共演したケリー・ローワン製作によるテレビ映画シードライブス・メクレジーに出演したほか、やはりザ・オーシーの原案者でショーランナーだったジョシュ・シュワルツ製作によるチャック、チャックにもゲスト出演。シットコム作品では隣のサインフェルドのザ・マフィントップスというエピソードにジェリーの恋人役でゲスト出演したことがある。二0 1年以降は スパイアクションドラマ、ニキータ、ニキータに、アマンダ役で、レギュラー出演している。なお、同番組のシーズン3における初登場は、第4話である。声優としての仕事もしており、例えば、アニマトリックス、マトリキュレーテッドのアレクサ役、キング・オブ・ザ・ヒルのシャーレーン役、ミッション・インポッシブル、オペレーション・セルマのソフィア・イブネスク役、アバター伝説の少年、 アンロ・マダム・マクム・リング役がある。ソプラの歌手としてのプロ訓練も受けており、数本のミュージカルにも出演経験がある。また、米国若手脚本家基金には、女優として、ボランティア参加している。ジョシュアとハイジがいるが、ハイジの方は1994年に、悪性の心臓腫瘍で亡くなった。1997年6月28日、アーニー・ミリックとデーナポイントで挙式。 2000年1月4日、娘のキャセリン、グレース・ミリックが誕生。その後、アーニーと別居。メリンダは現在、ロサンゼルスに娘と共に暮らしている。太字は、放題、社字は現代。ありがとうございます。